イルミネーションがすごいな。イルミネーションというかこのね明かりが結構綺麗だなとか。ブランチの、マップになりますね。ぐらい、長くてぐらいですね。これ駐車場の料金なんですけど、最大料金が入庫から24時間で皆さんこんばんは。というわけでね、今日来てるところは、北長瀬駅からすぐ近くの、ブランチというね、商業施設に、今来てるわけなんですけど、今日ねなんでここに来たかというと、よくねこれ帰り道というかふらーっとね歩いてたら、結構ねイルミネーションがすごいな。イルミネーションというかこのね明かりが結構綺麗だなとか、いう感じでずっと見てたんですよね。というわけで、なんか今日はちょっとね、この辺を、散歩しようかなと、いうことで、やっていこうかなと思います。もう本当に北長瀬降りてから、すぐなんですよね、この場所。ちょっと今日は、行ってみようかなと思います。それでは始まります。もうねこの、後ろが、ブランチというね商業施設の、入り口になるんですけど、ここからね、進んでいこうかなと、思います。結構ね散歩コースみたいな感じで、なってますね。犬も連れても大丈夫なような感じで、まあ、昼間は結構商業施設で、賑やかなんですけど、夜は結構落ち着いた感じで、ね、散歩コースみたいな感じになってますけど、はい、これから先が結構ねアミューズメント施設というか、広場があったり、するような場所で、ちょっとね子供の声が聞こえたりするような感じですけど、こちらがね、このブランチの、マップになりますね。ほとんど7時ぐらい、長くてもまあ10時ぐらいですね。すごいですね、ここ結構明るい感じでビアガーデンできそうな、雰囲気な感じなんですけど、綺麗ですねこれ。
あ、これ駐車場の料金なんですけど、最大料金が入庫から24時間で700円で、まあ、施設のご利用で4時間まで無料、最初の2時間は無料とも書いてますね。はい、こんな感じで大きい駐車場がね、あります。はい、皆さんご視聴お疲れ様でした。というわけでね、今回は、商業施設のねブランチに行ってきました。本当にね、北長瀬駅からすぐ近くの場所なので、かなりね行きやすい場所かなと、思います。で、いつもねその夜通った時とかそのねライトというかこのイルミネーションというかこのね明かり、街灯がね結構ね綺麗になってるなということで今回、行かせてもらったんですけど、予想外のね展開が、起きまして、ねこの動画のように、このねウォーターイルミネーションですかねが あってちょっとねびっくりしたんですけど、まあ、定期的にね時間的になんかやってんのかな。はい、まあ、また興味ある方はぜひね行ってみてください。ありがとうございました。それでは。ガバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。